お、いきなり無茶ぶりみたいな難しいですねじゃあ、すすきのに行ってきましたすすきのはどうでしたか。いや、新たな発見がいっぱいでした、ね、新たな発見が、はい、新たな発見が、まあ、いろんな名前の店が あるなんか、いろんな名前の店ありましたね。ありましたね。いろんな名前の店、どんなのありました。例えばどんなもの、明日のうんとか。あ、うん。ですよね。ありましたありました。ありました。なんか他面白かったところは。いやー、そうですよね。なんかいろいろありましたけど。もう言えない。もう言えない。言えないね。初めから言えない感じの。ああ、もう初めから言えない感じの。あ、自分があそこに店出すとしたらどんな名前が。それはすごいパスですね。答えづらい感じで。答えづらい感じ。もう私はめちゃくちゃ女子なんで、女子の口からは言えない。言えない感じの。あ、でも調味料があったんじゃないですか。調味料が。調味料、調味料。調味料。調味料。この請求何でしたか。どんな名前か。全部じゃん。なんかすみません。じゃあ面白かったね。さすが鈴木の。されど鈴木の。次回はそこの体験ツアー。体験ツアーやりましょう。ぜひ体験ツアーで。メインストリート。人間の本質に迫る。人間セミナー。人間セミナー。それはユーストリームで。ユーストリーム。まさかの人間力、ライブ、ライブ配信。恐ろしいですね。どうなることやら、こうご期待ということで、ぜひじゃあ札幌にお集まりください。